頑張るぞ。じゃあエレフィンさんの別荘を建てるわけだな。おお、なんだろう打ち合わせ、ちゃんとなんかドリンク出して風が気持ちいいわね。こういう場所で相談っていうのは悪くない、いいですね。はい、ぜひ希望ご聞かせください。うん、何でもおっしゃってください。別荘でどんな風に過ごしたいかなどイメージはお持ちですか。すごいな高木さん、めっちゃ仕事できる。そのことばかり考えてた、かわいいね。絶対に置きたい家具もある。私の理想はこんな感じ。ほうほうほう、安らぎの読書タイム、エレフィン様。本棚となんか積み重なった本と、あとなんかあれだな、揺れる リクライニングチェアみたいなやつ、これが絶対に置きたい家具なのかな。安らぎ読書タイムだって。ほう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 、素敵なイメージですね。うん、なるほど、このイメージで部屋を作るわけだ。結構ふわっとしてんな。安らぎ読書タイム。お客さん、別荘の立地について何かご希望ございますか。あ、そうなの、小さな島だって。場所は、はい。おお、さすがタグメさん、すぐわかる。ではここから現地で相談しながらテキパキしてんな。はい、わかりました。じゃあニコちゃんよろしく。もうタクメさん ここで終わり、一人で行くの。あとは、あ、でも頑張るぞってやってるわ。右下のニコちゃんかわいいね。ボートで、うおっす。すごいところ孤島にも程がある。到着、足元のお気をつけください。すごいね、本当に家ポツンだよ。あの家が私の別荘になるんだね。早く中に入ってみたいわ。家は何、立ってたの、もともと。はい、ご案内しましょう。今建てたん家、誰が家建てたんだこれ。あ、なんか箱もいつもと違うよ。これがあれかな、ナッティさんが持ってきてくれた家具じゃないの。先ほどお客様からリクエストいただいた家具でございます。仕事が早いね、至れり尽くせりだな。これはもう、これはねえ、儲かるぞこれからこの会社でかくなる。まあさっきお願いしたばかりなんで、もう届いてるのね。るっ、うん、最後の前に打ち合わせございます。少しだけお待ちくださいませ。ニコちゃんもこれですごいちゃんとした言葉遣いで、これ別荘作り、はい、なるほどね。うんうん、 A で取り出していい感じに置いて、はい、模様替えモードにする、はいよ。手軽に部屋をコーディネート、まあこれはパニーの島とかいっぱいやってるから。飾れる家具は右でイメージできるから、お客様から伺ったイメージの合わせ家具を選んで、はい、はいはいはい。そしてコーディネートが完成したら、お客様にご報告してお仕事完了。了解。まあ、普通に部屋作って、家具はどっから選ぶんだ。はい、では頑張ります。いやさ、目の前でさ、めちゃくちゃレクチャーしてて、俺が新人だってのバレバレなんだけど大丈夫かな。はい、エルフィンさん精一杯頑張ります、よろしくお願いします。はーい、安らぎの読書タイム。あ、なんか出したぞこれ。え、なんか出しましたね、何それ。おお、すげえ、家とかなんか書いてあるわ。よいしょ。これは、おお出てきた、おお出てきたねこれ。おーい、で模様替えモードに変えて、で右で家具が出せると。家具選びのポイント、お仕事でコーディネートするときは匠ライフが用意した家具を使います。お客様からリクエストされている家具はオーダーで確認できます。必ずコーディネートに使いましょう。オーダーにはお客様のイメージに合いそうな家具も並んでいます。悩んだときは参考にしてみてください。どういうこと？オーダー？ああ、このオーダーね。ああ、はい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 。めちゃくちゃあるんだが、ケケララバイ。ケケララバイで安らぎの読書タイムをね。自分の写真ポスターと写真。ほうほうほう。なるほど、読書にちなんだ家具とかがいっぱいあって、で、レトロのステレオなんか、あとこういう木とかをね、安らぎ
安らぎを与える木とかがね置いてあって、あーこういうマガジンラックとかも読書関連がいっぱい置いてあるわけ だ。基本的にはこのオーダーの中から作っていくっていう感じなのかな。え、でもさ、ちょっと待って、あ、んこれ全然違う家具あるな、全然違う家具いっぱいある、めちゃくちゃな数あるめちゃくちゃな数あるな家具。あ、でもまあそこそこ絞られてるのか、パンとか、ほうほうほう、でもオーダーの家具使った方がいいんじゃないの、そういうわけじゃないのかな。例えばソファーだったら、ソファーにしてもシンプルなソファー、ダブルソファーとかあるけど、オーダーの中にはダブルソファーが入ってんだな。まあ、この中にあるやつを使えばいい感じに仕上がりますってことなのかな。でも必ず使わなきゃいけないのはこの3つだから、まあそれさえ守ればあとはまあこっちの家具使って自由にやってもらっても構いませんよっていう感じなのかしら。なるほど。ほうほう、なんかツタとかもあるけどこれは骨が折れそうだな。なかなか、しかもバリエーションも変えられますからね。え、なにこれ、ん、ちょっと待って、今どうやってやった俺、アクセント、あーほーんちょっと待ってあ、え、なんかこうなん、あー、いや、一面だけできんのか、なんか一面だけこうやって変えられるんだね。はあ、変える面は自由に選べるっぽいな。すごい、これめっちゃいいな。あ、かわいい、これこれめっちゃいいっすね。これでちょっとおしゃれ度アップするんじゃないの。ほう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 、あと天井の家具もあんだよね。そうだよね、これもアップデートで追加されたやつだよね。これ天井家具な、ピコーン、こう抜けるようになったんだね。これやばいなちょっとできることあまりにも多すぎて、これやばいな、これな。おー、すごい、こんな感じで置けるんだ。ほう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 、いやでも女の子だからドレッサーの方がいいか。ドレッサーにしようか。ドレッサーにして、あ、よー、拍手してるわエレフィンちゃん。ここ気になるわ、1個空いてんの。これでもな、あー、でもこっち向きはありかもな。こっち向きなら、あー、こっち向きでもいいかな。こっち向きにするか。ここに置くか？ここか。いや、違う。違うわ。実用性が、なんか、書くのがすごい嫌だ。わかる？こうやってやったら使えないじゃん、ここ。このシェル。ここに入ってる本読めないじゃん、邪魔で。こっち向いてれば、ここに座ってる時にこれを使うとか、そこが重要なんよ。俺の中ですごく。うん、いい感じだいぶできてきた。うん、いいんじゃない、いいんじゃないの。ちょっと壁掛け家具いくか。壁掛けたいっすね。時計とか絶対いるでしょうね。あくまでここで生活しているわけですから時計いるね。
なんかいろいろ飾りたいけど、ホワイト。よし、壁掛けはこんなもんじゃないっすかね。壁やっぱかなり雰囲気変わるな。ここいいくない？こここのドレッサーのあたりちょっと女の子感強くていいっすよね。この辺ね、スワックとね。さあ、じゃあちょっと天井家具いくか。天井家具、これは初めて使うんですけど、天井家具ね。まあ電気とかつけたよね。ホワイト、これはミルクガラスランプ、ホワイトかな。ほい、裸電球とかいろいろあるけど、ブラックやらブロンズやらいろいろあるね。ちょっといろいろちょっと置いてみるかな。でちょっとこっち色変えたりしてね。これ長さとか変えられたらもっといいけどな。かわいいな天井。これだいぶライトついたら相当雰囲気変わったな。かわいい、一気に可愛くなったんじゃないの。ちょっとなんかこの本棚の上のあたりが寂しくないっすかね。え、寂しいっすよね。これ面白いの。ここら辺寂しくないね。え、ちょっとずらすか。あー、いいいい、だいぶ変わるわ。いいなー。いや、可愛いか、めっちゃ可愛いね。ちょっとこのソファーの周りはちょっとね、なんか普通の女の子らしい部屋ですけど、奥に行ってベッドルームの方に行けば行くほどちょっとなんていうのかな、おしゃれ度が増しますよね。ちょっと大人な感じのね、部屋作りですね。手前は結構かなり若い女の子感あるけどね。このなんか何、これコルクボールとか貼ってるし、この辺全然雰囲気違う。でもなんかちゃんとマッチしてるよな、部屋全体として。いや、いいんじゃない。これできたでしょ、これ。安らぎでしょ、これ。安らぎの読書空間みたいな、もう忘れたわテーマ、長いことやりすぎて。何時間やってんだこれ。あとあれだ、音楽ね、流してあげたいなと思ったんだけど、レトロなステレオがちょっとね、色が微妙なんだよ。このブラウンもね、ちょっと濃すぎんだよな。ちょっと濃すぎるよね。濃いな。なんか天井だと結構、天井だと不思議とそんなに目立たないんだけどな、この濃い色でも。下に置いとくとちょっとなんかちょっと目立ちません。こっちだと特に左が重くなるな。ね、ちょっと重いんだよな。キュートなオーディオプレイヤーあるじゃんこれにしようかな。ここら辺置いとくかまあ、なんかテレビとかここら辺の雰囲気とは合ってる気がするけどね。一人暮らしの女の子っぽい、この初めての一人暮らしっぽくて可愛くない、このソファーとテレビの周りのこの時計のシンプル、このニトリの980円の時計可愛いよな。だからこの奥の寝室はね、ちょっと大人な感じの雰囲気がまたいいですよね。こんな感じかな。いいんじゃないかな。だいぶやったぞこれ。いかがですか、エレフィンさん。ちょっと喋れねえや。エレフィンさんと喋れねえ、ここじゃ。お客様にご報告してだって。はーい。ちょっと歩いてみるか。ララバイちょっと怖いんだけどな。やっぱ間仕切り置くと可愛いね。間仕切りがとっても可愛い。いや、寝室もすごく可愛い。寝室っていうか、まあ、仕切ったことによってちょっと部屋感を出してみましたけど。いや、ここの落ち着いた感じ可愛いだよね。だいぶ可愛いわ。手前とくとほんと雰囲気が全然違くなったな。こんだけ本棚とかね、雑誌の棚とかあったら読書もできるでしょう、これ。ちょっと壁紙一面だけ変えられるやつね、いろいろ試したんだけどいい感じになんなかったんで、今回はこれでいくかな。まあなんかあれも使い道、すごく使い道によってはおしゃれになりそうな感じですけどね。なところでしょう。いや、頑張っためっちゃ頑張って完成しました。どうですか、エルフィンさん。めっちゃ良くないつうか、この部屋自分の家もねえ、ろくでもない部屋なのに、人の部屋めちゃくちゃ頑張ったぞこれ。かわいい。なんか本当にさ、
なんかあのパニーの島でみんなで写真撮る用の部屋じゃなくて、ちゃんと本当に住む用の部屋作るから、またちょっと考え方が変わって、これも楽しいし可愛くできたな。私の別荘のためにこんなに時間かけてくれてすごく嬉しいわ。ドゥン、2時間ぐらいやってた。もっとやってたかもしれん。じゃーんと、よいしょ。いやー、頑張った。頑張った。あ、安らぎの読書タイム。どうこれ、ねえ、いいねえ。喜んでくれてるかな。あ、座ってくれたね。そうそうそう、そこでね本読んでほしいのよ、コーヒー飲みながらさ。いいねえ。でこの窓際の席でね、日が当たる時間なんかいいじゃないね。安らぎの読書ですよ、まさに。そこの椅子に座ってね、読むパターンもあるでしょ。いいじゃん、かわいい。ね、朝の私の理想通りだって。いや、それ以上、あ、嬉しい。あなたにお願いしようかって。これが、働く喜び。本当にありがとう、レモさん。でん、やったぜ。いや、これ大成功だろ、ニコ。なあ。いきなり、入社初日にこんな大仕事任せられると思わなかったけど、早速君の活躍は匠さんに報告しない。しといて、これ、本当に。あの新入社員できるぞっつって言っといてくださいよ。これ給料上げてもらわなきゃやってらんないよ、こんなにしかも。なあ、ただいま。え、めっちゃ頑張った。ちょっと緊張した。いや、でもバッチリです。バッチリいけました。うん、いや、ほんと理想通りの、自分の中の理想通りの部屋でした。お客様にすっごく喜んでくれた。いや、初めてとお前の出来だったねえ。これはちょっと自画自賛しだろう、えない。すごいじゃない、いい仕事をすればするほど実装値の評判上がってください。うんうん、あ、ほんと。うんうんうん、あなたに来てもらって正解だったわね、だって。嬉しい。ね、ニコちゃんずっと見てて2時間も座らずにずっと立っててくれてありがとうな。これぐらいだってことないよ。うん、あ、桟橋に戻って、あ、はいよ、次の仕事一緒に頑張るの。バイバイ。かわいい、ニコちゃんマジでかわいいな。買いたい。ニコちゃん買いたいわ。うん、さてと、なんだい、なんかくれ、え、これ給料だよ、これお給料6000ポキ。ポキか、なん、どういう単位かわかんないけど、ポキって何ですか。うん、ドルの、ドルぐらいの価値ですかこれ。60万円ぐらいの価値あります。ベルじゃなくてポキっていうお金が使われてる。だいぶ頑張ったぞ。だってこの島だな。あ、俺の島では使わないけど、この島だと使えるんだ。なるほど。うんうん、今うちのシャンプー機しかお店がないんだけど、ほう、商品いいものが揃ってるから。なるほど、6000ポキもらった。いや、ほんと、いや、ほんと頑張った。次のお仕事に取り掛かるときは私に声かけ。はーい、了解です。おお、いいね、戻ってきましたね。これ、これマガラミアナッツみてえな、これチョコ。あー、ナッティさん初めて喋ったけど声低く。それお土産チョコレート。ほう、甘くて美味しい。うん。お土産チョコレート、はたっか。たっか。3個で2000円とかいう商売、気軽に買えないよ、こんな高いの。でもこれいいな。これ欲しい。たけー、これちょっと俺の島に置きたいな。これさっきエレフィンさんの家に置いたシェフレラだって。これもちょっと欲しいのいっぱいあるんだけど、でもそんな簡単にお金使うわけいかないね。これね、6000ポキ、ナッティさんとおしゃべりしよう。しゃべらんのかい。ちょっと外出てみようぜ。よいしょ。これ自由に遊びに行けるのかな。これなんなん、これ鍵がかかってるみたい。これ人んち、人住んでんの。うわ、すげえ、めっちゃいいところ。なーにこれ、え。あ、はじめまして。なにこの子、アイス食べてる、メルボルン。たまにはこういうところで日常の忙しさを忘れるのもいいですね。キラリ、かわいい。めっちゃかわいいんだけど、写真撮っちゃおう。勝手に通称、超かわいいな。何その表情、何とも言えない表情してる。
あ、俺も座っちゃおう、もうスーツで。にっこり。かわいい子見つけた、これ。アイス食べてる。かわいい、めっちゃ。このままずっとここで過ごしたら、なんて思っちゃいますね。キラリ、キラリだって。何してんの、この子。あ、え、あ、いっぱいいる。あー、しんど。1号たちみたいなワンパックか、これ。リゾートに来たからね、これゆっくり体を休めた方がいいってやつもいるけど。うん。よの、おじいだね、おじい。なんじゃこいつ、これ。岩鉄。こういうところでまったり過ごすなんて最高の贅沢だな。俺も自分の別荘が欲しいぜ。うん。なにこの子たち。リゾートに遊びに来てるの？かわいい。ちょ、待て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 。待て。すごいな、この島。ちょっと遊ぼうぜ、一回島で。めちゃくちゃ仕事したし、休憩もらおうや。うわ、すげえ。これ取れんの？取れる！取れるじゃん、マジで。なにこれ、全部盗んでいい？これめっちゃ使えんの。これは家具は、家具はさすがに無理か。これかっこいいな、これ。これ超かっこいいな。なんじゃこりゃ。いいな、これ。この家具欲しい。かっけえ。これ盗んでいいのかな。すごいいっぱい生えてるんだけど。あ、でもこれがあるからちゃんと上がれるようになってるし。なんか盗んでよさげ。広くない？めっちゃ広いんだけど。すげえ。マジで理想。南の島だわあ。なんか椅子とテーブルも置いてあるし、これ。うわ、めっちゃいい。なんか違うゲームみたい、マジ。一気に。あら、なーにそのカメラアングル。なんなんこれ。なんなんだこれ。なんかできるようになるのかな。なんか今カメラアングル変わったのとかも怪しいな。なんかできるようになりそうじゃない？こっちは。てか、エレフィンさんどこに。エレフィンさんは何この家、でかくない？鍵かかってる。あ、2個。これあれな、君と俺の島から来たんだね。いや、なんでもないよ。なんでどうしたん。うん。いや、すごく楽しい。いい空気、最高。2個。なんか含みがないか、2個。俺の島に何かあるのかな。メルボルンちゃん、マジで可愛いんだけど、やばい。近くに別荘があったらいつでもここに来ることができるんですよ。嫌い。作ってあげようか。俺が別荘作ってあげようかな、メルボルンちゃんに。てか、エレフィンさんの家には行けないのかな、これ。せっかく作ったから、なんか遊びに行ったりしたいですけど。あ、座ってる。チョコ食べてる。くれよ。こんなに頑張ったんだから。1個ぐらいくれよ。お疲れ。お仕事する？するか、お仕事。制服に着替えて。あ、パーンと OK。うん。別荘作りは全く問題なさそうだし、次は営業、つまり別荘の売り込みをお願いした。ほうほうほう。こんな仕事あるのか。前回お客さんから来てくれたけど、うちはまだまだ知名度が低いし、先客万来ってわけにもいかないよね。すごい言葉知ってるね、たくみさん。それにせっかくあなたみたいに才能あふれるスタッフがいるんだ。やばい、これ。この会社まずいかもしれない。ただ待ってるだけで、ほんで。やりがい搾取、まずいぞ。こうやってなんか褒めておだてて、ねえ、低賃金で6000ポギリ働かされてる。てなわけで、この島の遊びに来てる観光客にお声掛けして、別荘作りを転用してみてちょうだいだって。なるほど。メルボルンちゃんの別荘、メルボルンちゃんの別荘作る。いや、でも岩鉄の別荘も作りてえな。雰囲気全然違くない？で、メルボルンちゃんもちょっとなんか、あ、ニコだ。どうした？うん、余ってたの？そう、営業の仕事を教えてやん、ニコ先輩。ねえ。ん？みんないたんだけど。あ、いる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 。ほう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 。なるほどな。リゾート地が好きで遊びに来てる。なるほど。これみんなの家作れんのかな？ここにいる3人。あー、シンドもなんかおじいちゃんっぽい感じで、雰囲気違くできそう。お客様になってくれたの人、よく目が変わるんだけど。こんな風に過ごしたって心の声隠しきれないもんね。なるほどな。了解。ちょっと行ってくるわ、営業。あ、なになに、心の声。時間を気にせず陶芸できる場所が欲しい。なるほどね。岩鉄はいつでも綺麗な景色を思う存分かける、かける部屋が欲しい。画家なのか、岩鉄。
そしてメルボルンちゃんはアンティークの家具を揃えて趣がある暮らしがしたいな。なるほどな。これさ、どうなん、一人選んだら二人いなくなっちゃうのかな。メルボルンちゃん可愛いから部屋作ってあげたいな。でも陶芸ができる部屋作るの楽しそうだな。なんか和風な部屋作れそうだしいや、でもちょっとマジで可愛いなんなん、一目惚れでしました。メルボルンちゃんにしよう。もしかしたら二人いなくなっちゃうかもしれないけど、でもまあなんかいくらでもできるみたいだしね。呼ぼうと思えばいつでも呼べるし。あ、匠ライフの風が気持ちいいですね。うん、知ってる知ってる、もちろん。ひらり、お聞かせください。あなたの別荘を作らせてください。うん、アンティークな部屋をね、私にお任せください。